おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、長軸に、はい、あ、スレズミが書いてあるやん。スレズミがいるやん。ここにネズミが入ってました。はい、いますね。はい、私よくわかんない、なんかネズミの、ね、一部がとかいうのをニュースで聞いてて、はい、ちょっとよくわからなかったんですけどね、うん、はい、はい、あ、そうそう、クマネズミですね。ネズミの種類まで分かってるんですか。7日に発表があったんですが、はい、敷島製パン、はい、異物混入ってことで、はい、長熟シリーズ、はい、10万4千個自主回収ってことですね。これパスコ東京多摩工場で製造した、はい、長熟山形5枚スライス、山形ですか、はい、の中から、うん、ネズミの体の一部が見つかったってことですね。ちょっとね、ネズミの体の一部って何ですか。スライスされてるってことです。手があったとか、だスライスされてるってことですよ。え、ごっそりそこにネズミちゃんが入ってんですか。まあ輪切りになってたりしたんじゃないですか。食パンと一緒にスライスされてるんで。食パンの中に入ってたってこと。一緒に焼かれて、はい、はい、で、スライサーにかかって、はい、輪切りになったネズミに入ってたってことですね。CT で撮ったみたいです。そうそうそう。ネズミ入ってたんですか。そうそう。最近、しけちまさんは大変。山形パン派なので、この、ニュース、以降、食パン、このクマネズミさんっていうのはね、はい、ちっちゃいネズミさんなんですかね。まあ、ドブネズミよりは小さい。ああ。人ですけど。はい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 。続けますと、はい、はい、対象が、はい、回収対象ですね、はい、はい、長熟山形5枚スライスと、うん、6枚スライス、はい、はい、関東から東ですね、はい、関東から東で、はい、流通してんのが、はいはいはい、あそこの工場で作ったやつをね、はい、1都14県で販売されて、はいはい、消費期限が今月の、はい、7日から11日までの、はい、賞味期限はもう過ぎてますね。うん、で、消費期限の、うん、印字の下に、うん、プラス P1 スラッシュの後に、はいはい、3桁の A 数字が続くんですが、はい、それが A から始まるものが全て回収の対象ですね。ですが、で、一応その7日に発表あったんですが、8日までの時点で健康被害は出てないってことですね。だってもう、見るからにそんなん入ってたらね、わかるよね。まあ結構でかかったみたいですね。5センチ以上って書いてありますので。5センチ、はい、結構な大きさですね、だから。バラバラ事件。グロイトモトシリ、ジェリーだけですね。4枚切りは野犬、セイジ。関西の意味が分かる、ね。焼きネズミ入り、精神的にありそう。ネズミ練り込みそうそう。そうね、今っぽい可愛いネズミちゃんのね。あ、これがまさにクマネズミ。こんなやつ。あ、あ、そうですか。はい、発覚の経緯ですね。はい。はい、今月5日に、この商品を購入した消費者から、パンに異物が入ってるっていうふうに指摘があって、はい、2人いたそうなんですが、あ、その2人も、別々の、全く関係ない購入者2人が、それぞれその異物が購入してるっつって、はい、ウェブサイトからメールで、はい、敷島製パンの方に連絡したっていうのが、まあ、写真、靴でね、はい。はい、で、担当者の方が謝罪を兼ねて、はい、はい、その購入したパンの回収に行ったと。はいはい、お家までね。はい。で、それをまあ持って帰って調べたところ、はい、およそ5センチ四方の黒い塊だったとですね。5センチ四方ってすごく大きいですよ。まあそうですね。はい。はい。はいはい、結構でかいと思います。それがパンの中にドーンって入ってたってことですから。じゃあ、クマネズミちゃんの体調ってどれぐらいあるんですかね。まあ、20日ネズミより少し大きいぐらいでしょうかね。結構大きいですね。うん。で、ドーンって、どっから、どこから入った、まあ、多分ね、小鼻のあたりからだとは思うんです。だから、練り込みがかかるじゃないですか。はい。はい。そこで多分。混んでも即死ですよね。その時点で、まあ、窒息もするでしょうし。はい。はい、で、まあ、全身の方でバラバラになるでしょうから。はい。じゃあ、練り込まれてる間にもバラバラですよ。そう、バラバラっていうか、体はバラバラにはならないと思うんですけど。あ、そうですか。はい。はい。
まあ、ちょっと肉の塊みたいになっちゃう。はいはい。で、さらにその回収したものを、はい、調査した結果、はい、ネズミの種類がクマネズミだったと。でもまあ、なんだかんだ偉いですね。ちゃんと、クマネズミですって。色紙のせいかネズミでよ。まあ、どうネズミよりマシかなって思っちゃう。クマネズミですよって言い切っちゃってるわけだからね。まあ、お家にね、うん、いるようなネズミですね。はい、どちらかというと。お家にこんな可愛いネズミいるんですか？いるところ、田舎の、うん、あ、こんな屋根裏とかに、いいですかね、住むネズミといえば大体。それのなんか印象としてはね、うん、ドネズミの印象しかないんでね。それはね、ビルとかの、はいはい、高がいるね、それはもうね、体長、尻尾入れて30センチぐらいになる。もう、こんな尻尾してる。そう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 、でっかいでっかいやつです。でっかいやつの、ドネズミの。そうそう、だと。でもこれはやっぱ、こんな可愛い色ですよ。まあそうそう、色はいろんな色があります。黒から白まで。かわいいですね。はい。はい。では、回収の方法ですが、はい。はい、着払いの発送で回収すると、うん、はい。はい。で、開封済み、あるいは喫食済みでも、はい、いいですよと。うんうん、はい。で、商品と包装紙、はい。はい、またその包装紙のみ、食べきっちゃった後でも、うん、その、該当の、先ほど言った、その、製品ロットですか。はい。はい。があってれば、うん、商品代金の代わりとしてクオカードがもらえると。あ、そうなんですね。はい。はい。大変ですね。ちょっとこれパン屋さん。煮込みで足しそうですね。家にいたネズミ、結構小さかった。うん。ネズミネズミいるの、この間からね、うん、こうやってニュースで聞いてるじゃないですか。どんなネズミなんかなと思う。中国のね、やつはでかいですよ。まあそうでしょうね。リビング出てきました、マジで。あれこそドブネズミですね。ネズミの赤ちゃんがね、リビングに出てきて、なんか、こんなんですよね、きっとネズミの赤ちゃんって。こんなあ、そうですね。もう、1、2センチですよね。そうですね。はい、それ、ハツカネズミの子供。うん、それのピンクのね、なんか、家の中に出たピンクのちっちゃいのが落ちてて、これ何これ、それ夢ですよね。夢ですよ。何なんこれ思って、なんかじーっと見てたらね、ネズミの赤ちゃんやっていう夢を見たぐらい、ネズミネズミのようにニュースで聞いてたんですね。また見そうですけど。地下鉄の駅構内に。そこらしいですね。まあまあまあ、そういうのね、ああいう汚いの。あそこはマクドナルドの脇からね。そうですね。はい。そういうもんです。はい。はい、で、まあ、パスコといえば、うん、はい、コオロギパンですよね。あ、え、はい、コオロギパン、コオロギパンっていうのを、はい、数量限定で発売してまして。あ、最悪ですね。うん。はいはいはい。っていうのを前に扱ったことあると思うんですけど。はい。そのパスコですね。はい。安心のために。安心のために。はい。はい。食べ物の基本はまず安全であること、はい。その当たり前のことをパスコは当たり前に守り続けています。はい、毎日食べるパンだからこそ、はい、安心して食べてもらえるように、はい、それがパスコからお客様への約束です。そうなんですか。破られました。ね。なんか、でも長い間やってこられてね、今までパンだけパンを。入ってなかったんですかね、今まで。いや、どうねえ、なんか、これだけ長い間、同じような工程で作ってらっしゃったとしたらね、今までにも書いてても良さそうじゃないですか。あるじゃん、飲んで書いてない。消しちゃったけど。ねえ、お袋が山崎はダメ、パスコの、朝食のみと言うとりますが、今回ネズミとか、まあ、コールやっとった。当たり前にコオロギ食わせようとしとったそうです、ね。ピンクの小さなネズミは、爬虫類の餌として冷凍に売ったそうですね。うん、チャンネルアゴじゃなくて何でしたっけ、チャンネルワニ、はい、よく出てくる。それ、チルでご飯なんですか、ご飯なんですか。そうそう、繁殖して、はい、小さいヘビとか、かったですよ、魚の餌とかにしてますね。あ、そうですか。うん、破られました。パスコはマフィンが好き。まあ、あ、そうですか。うん、で、まあ、あとはこの画像なんですが、はい、まあ、そのコオロギの時にも話題になったんですが、うん、CM のキャッチコピーが、はい、まあ、注目されたと。はいはい。はい、杉崎花さんって、あ、はいはいはい、が、まあ、出てまして、CM に、はいはい。はい。キャッチコピーが、余計なものは入れないって書いてあった。ものすごい入ってましたね。入れすぎじゃねえのってぐらい入れてますけどね。はい。あてくしは藤パン推し、まあ、同じかもですけど。うん、どこもね、はい、皆さんも食べた、何かやって体勢がつく
しい。まあね、別にだからまあ昔からね、はい、気づいてないだけでね、うん、入ってるんじゃないですかね。まああのね、まあ、結局、はい、僕そこが気になってまして、はいはい、例えばですよ、はい、そのね、10万本作ってるやつを一気に回収したわけです今回、はいはい、だけどそれは消費者の方に出ちゃったから回収したわけじゃないですか、はい、ね、はい、10万個を1回流して検品の時に、はい、ちょっと待ってこれなんか入ってる、うん、ね、何これってなってね、それだけ引っ張っちゃって、はい、あと全部市場に流すっていうのが、はい、起こるか起こらないかですよね。そこはあの、そうですね、はい、例えばですが、はい、その金属片が壊れてる可能性がありますよってなると、はい、回収するじゃないですか、はい、でその金属片が、はい、ね、はい、これ1個で終わりって確定してれば、はい、他のには影響ないわけですよね。そうですよ、はい、ただネズミもね、分かっていいからですよね。ネズミがそう、先生がさっきおっしゃったように体がもうバラバラになってね、うん、手足で尻尾、だからもうあの今回はバラバラに、そんなにバラバラになっていなくて、はい、CT のようにね、はい、スライサーでスライスされましたってなってるから、はい、それが全部ね、はい、あの CT の、 その鼻先から尻尾まで全部揃ってれば、うん、そうなんです、そこだけ引っ込んで後に移されちゃう可能性がある。金の中に丸ごと1匹入ってたって言うんだったらね、だったら他のパンは安全かって言うから、でもまあね、こわがっちゃってますから、こねられてる間にエキスが、だからネズミがね、あっち行ったりこっち行ったりしてるわけですよ。こねこねされてる間に、そうそう、助けて助けて言うてね、もう死んでますけど、あのまだ生きてる時の弾圧ツアーの時にですよ、はいはい、助けて助けてって体がいろんなの出てますもん、最後の方に多分ね、いろんな、ね、体液が出てます、まあ、向こう出てるでしょう、ね、そう、それが練り込まれたやつが出回ってたかもしれませんからね。いや、そこがどういうふうにその企業で考えてるのかっていうところですね。何も足さない、何も引かない、結局何もないです。今日のガッツリさんの発言に爆笑しまして余計なものは言えない、すまない、話しまって、本日の片隅さんの発言キレキレそう、キレてないでしょうか。まあ、ペヤングも動き前は、バチクソグー取りましたが、混入予防対応投資が効いてから値上げされたので長いことを作ってない。あ、僕は食いまくりですけどね。そうですか、ペヤングでもだってね、その後からですよね、ペヤング食べるようになったのね。いや、最初から食べてたんですけど、まあ、美味しいなとは、ね、食うようになったら最近ですか。何ですか、そのゴキブリですか。まあ、もうゴキブリはしょうがないですね。ペヤングで G ってなるともうゴキブリみたいなイメージついちゃってるんで、はい、あのサジェストですよね、検索の、はいはい、あれがそのゴキっていうのが出ないように、はい、あのギガマックスに変えた。だペヤング、ギガマックスがそのギガキャベツとか、そういう商品を作ったり、そう G がつく、商品作りまくってたんですね、はい。ネズミはいろんな菌がいると祖父が言ってそうですね。はい。はい。ソースが、シャバいから大好きなんですけど、ね、そうですね。UFO は味濃すぎて。そうですね。まあ、ソースは、ね、カスソースがいいですね。うん、コテコテソースは本当に関西人。関西人はコテコテソースが好きなんですけどね。で、関西でも最近ね、やっぱペヤングにね、ずいぶん移動してるんですよ。そうですよ。あのね、最近なんです、本当に関西でペヤングが食べられるようになったら、それまで UFO しかなかったんですから。数年前ですね。うん、言うたら、はあ。それまでね、好きやった人はね、わざわざね、東に住んでる友達から取り寄せてたぐらいの。そう。あとね、その、大学生なんかは、ペヤングチェックなんですよ。あの、今日、実家からちょっと塩振り届いたんだよね、ってなると、はい、その段ボールの中にペヤング入ってないからみんな探しに行くんですよ、ね。そう。東の方のからもね、そう。荷物の中にはね、入ってますからね。そうだから、うん、食えなかっただけで今食えるようになってからはね、はいはい、あの UFO 派からピアノ派にだいぶ流れてる人がいますね。そうですね、だから本当に鉄板で焼いたね、はい、焼きそばはもうあのソースあれがいいんですけどってことなんですね。そうただそのカップ麺になってくるとね、別にピアノでいいよっていう人がね、はい、割といらっしゃいますよ。カスカスが本当にいいです、うん。私はイペちゃんもいい。イペちゃんも美味しいです。うん、マヨネーズつけたのかね。私、うん、はなかなかいい感じですよね。はい。はい。はい。うん、はい、
そしてですが、はい、はい、クマネズミですね。はい、はい、ドブネズミとは同族なんですが、うんうん、はい、まあ、某親子はね、ドブネズミ好きな、あー、そうですね、はい、ね、某親子、はい、ドブネズミドブネズミみたいな歌ずっと歌ってますからね。日本全域に一応生息してまして、はいはいはい、建物内で暮らすクマネズミっていうのは、はい、まあ、基本的にビルとか天井裏ですね、あ、はいはい、比較的あの乾燥したところに、うんうん、いるのが好きらしいですね、はいはいはい、で、あとは雑食性、うん、はい、なんて言うんでしょう、木の実とか、はいはい、穀物とかですとかね、うん、またはその加工品、なんかこういう風な工場っていうのは、うん、小麦がいっぱいありますので、はい、あるんですけどね、はい、まあ、その保管場所にネズミなんかいるんですね、まあ、入っちゃったってこと、絶対に入ってこないようにされてないのかなって思ってたんですけどね、ね、はい、はい、だからまあどっかで入っちゃうでしょ、衛生面で換気扇のところとか絶対入らないように気を使われてるもんだって安心しきってたんですよ、ネットとかつけてても食い破っちゃって入ってくるっていうのもあるでしょうしね、ユーフォは食べた後、不臭、むくむく、あーむくんでそうだ、まあそうですね、そうかしょっぱくて水ばろんじゃうんじゃないですか、うんうん、ヤング特大とか激辛とかあったりしたら、激辛も G ですからね、はい、はい、量を食べたいデペヤングさ、昔カネボウからガンダム焼きそばっていうのがあってたらしいな、そうなんですか、ペヤング、その食べたらなんかソースシャワイのか、いや、それがいいんですよ。7.11 かな。はい。山陽食品。札幌一番のとこ。はい。あ、そうですね。OEM のやつや、ペヤング2だったので、大体ヒントして食ってましたが、それも OEM 終了でなくなっちゃった。あ、そうなんですね。オプネズみたいだ。そう、穴あげちゃう。まあ、だから例えばその、でも、小麦粉の袋とか、袋は全然穴開けますよ。そんなとかなんか当たり前みたいに感じで入りますもんね。うん、でも、パラダイスじゃないですか、そんな袋って、うん。はい、はい。はい。ああ、そうですよ。はい。うん。その中では、もう生活できますから。もうそこで食べては、だし。はい。食べてはだしを繰り返したその粉が、そうそうそう。そう軸、超軸となって。そう、だから10万個に影響したってことですね。ね、まあ、なんとも言えませんけども。で、あとは、うん、肉とか、はい、魚介類はほとんど食べない。うんうん、ないと食うんですが、うん、餌が。ゴキブリなど昆虫類は好んで食べると。はい。はい。まあ、なんで、その辺の食物連鎖的に、はい。はい。まあ、その工場の周りとか、はい。まあ、廃棄とかするものとかもあって、うん、ゴキブリが結構いる可能性がありますよね。うん、で、それに寄ってきた。ゴキブリを食べてくれるのが、この可愛いネズミちゃんが。っていう、の過程としてありますが、はい、まあ、直接工場の中に入っちゃうきっかけどっかにあって入り込んじゃったってことですが、まあ、それかその小麦粉の、うん、そもそもそのね、はい、保管庫、はいはいはい、そっからもう入ってきてた可能性もありますよね、うんうんうん、はい、そうですよ、だから製パンする工場に、うん、はい、小麦粉入れるじゃないですか、はい、はい、だからもう製パン工場に住んでたんじゃなくて、うん、小麦粉の貯蔵庫の方にもうすでに入ってたっていう、あー、いやー、もうちょっと考えられないですけど、発見した人ショックですよね、うん、だからまあね、そのふるいにかけるとかっていうのがまあできてなかったのか、はい、まあ、どこに本当に入ったのかちょっと分かりませんから、我が家の床下にはアリがいるみたいですけど、ネズミは大丈夫、まあ、ネズミなんか速攻食べられてるでしょうからね、ネズミは電線かびきるぐらいだなと思うんですね、いやー、そう、なんかのね、はい、一部一部言うて、ネズミの一部、はいはい、この辺とかが入ってちゃ、長熟にね、入ってたの部分がね、例えばあの、はい、いやもう多分ね、肉塊みたいになってるはずなんで、ネズミの形まではわからなかったんじゃないですか、いや、顔がわかったらめっちゃ怖い、もうパン焼こう思ってね開けて出したらネズミの顔がそこに入ってたらもうびっくりする、いや、まあ、こんな感じでしょ、ひょこってあるじゃないですか、めっちゃ怖い、びっくりするかな思ったんですけどね、まあ、黒い塊だったってことですね、やばいですね、それは一応ですが、うん、はい、このクマネズミですね、はい、家ダニ、家ダニ、ツツガムシ、ツツガムシ、ペストの実、ペストの
好み。はい。はい、それから、関東充血戦中。関東充血戦中。はい。これらが、はい、います。あ、このネズミちゃんに。はい。はい、あと、まあ、危ないっちゃ危ないですね。関東充血戦中は、だから、ね、並び口と一緒ですね。なかなかでも、そういうネズミちゃんにね。うん。遭遇する機会ってないじゃないですか。ないですけど、うちの裏の家に住んでるんでね、しょっちゅう見るんです、僕は。あ、ドブネズミよね。ドブっちゅうか、まあ、家ネズミだと思いますけど。まあでもまあ、昔から日本にね、日本だけじゃないですけど、まあそこら辺うろうろしてるしてますからね、まあなんと見えませんけれども、まあ、大体、うちの近所はまだね、野良猫がうろうろしてるんでね、そういう意味ではまあいいんですけど。そうそうそう、うちもそうなんです。なんだかんだ野良猫がうろうろね、してますから。実家が、いちご農家、でしたので、ネズミ対策は大変でした、なるほどね。ビニールハウスなんてすぐ突き破っちゃうんですからね。そうなんですね。美味しいとこだけかじりやがる。ああ、なるほどね。ネズミ。アジサキ好きなんですか。え、ネズミみたいな、こんな可愛いネズミちゃんが、いちごをカプって噛んでる、そういう絵面があるんですか。持って食ってるやつありますよね、写真とかにね。それは可愛いですよ、もちろん。可愛いですね。ぬすっとですからね。ぬすっとなんですか。自分が育ててたらね。もう殺してやるって思うぐらい腹立つと思うんですけど、イチゴね、見た目には可愛い。はいはい、そうですよ。うちも野良猫いる。うん。万にネズミの頭、ほら、漫画の、日野秀樹先生の漫画みたいなやつ。野良猫そういますよ。そう、うん、そうですね。そう、だからまあいろんなね、危ないもん持ってる。持ってるまあ、これはね、寄生虫みたいなもんなんですが、これ以外にも病原菌がありまして、レプトスピラっていう。ですね。これ、エボラと同じレベルの。こんな可愛い可愛いのに、そんなもん持ってるんですか？全身出血熱持ってるそうです。相当危ないです。危ないもんがうろうろしてるんですね、観光場に。観光場にいるわけじゃないです。たまたま入ってました。まあ、余計なものをいっぱい入れてくれてましたって。ものがもういっぱい入ってしまったっていう長熟、今後はちょっと気をつけていただきたいですね。熟になってね、気持ち悪いですけど、まあでもまあこれをねきっかけに、二度とコオロギやめろとまず、まあまあまずね、そのコオロギを食いに来たんじゃねえのかっちゅうね、噂も出てまっちゃいましたし、あれコオロギでした言わなかっただけいいですね。あれはあの黒い塊コオロギですとか言ってね、ごまかさなかったので、でも大丈夫ですよな、まあ、大丈夫でした、あれコオロギでしたって言ってね、言わないだけまあまだ正直だったなと思いますけども、パンにネズミの頭、あ、これ読んだね、入れる隙間があったってことか、そうなんですよ、だからそのね、そんなもの作っといたら飽きませんやんと思いますよね、ちょっと混入経路をしっかりね、それとかあともう何て言うんですか、その大嫌いな匂いをね点々と刺すっていうのあるじゃないですか、それ食品工場の場合はちょっと難しい、6点でもゴキブリが入ってきますようにね、あれ効果ないって言いますからね、チッチッチなんかやってるのあれやないですか、あれ効果ないんですか、うん、なんかニュースなってましたよね、商品掲示法違反みたいな、あ、そうなんですか、工場に犬がいるところもある、それは番犬ってことかな、わかりませんが、あれはちょっとね、まあ、食品工場はゴキブリとかネズミとの戦いが本当に、まあそうだと思います、そういう歴史でずっとやってきてると思いますのでね、まあそうしょうがないですよ、食べるもんってね、やっぱりどうしてももうそのものがいっぱいあるんですか、まあ、そうだからね、ネズミでまだねその気づいてよかったねっていうのと、でかくて気づいたわけですよね、まあ、食べちゃった人もいるかもしれませんが、火が通ってるんでなんとはなったんでしょうかっていうぐらいですかね、まあもうなんだそうですよ、一応そこ焼けてる、一回焼いてるわけですよ、そうはいはい、工場内で猫が飼っちゃダメですね、ジャボジさん、コオロギ、甲殻類アレルギーの場合を起こす、いやーそう困りますもんね、甲殻類なんですね、だからそれこそやっぱ小麦に湧く、ダニみたいなやつも、あれもね、あれパンケーキ症候群ってあります。いらっしゃいますもんね。ダニー。アメリカでパンケーキ症候群ね、一時期めちゃくちゃ流行ったのは、あれだから結局甲殻類アレルギーですから。ああ、そうなんですか。いや、もう、ちょっとパンもね、いや、私もこういう大手企業のパンはものすごい安心しきってるんで。いや、みんなそうです、もちろん。特に山崎。はい。もうこの春のパン祭りね。はい。
お皿ももらいました。はい、まあ、信用しきってるんですよ。そういうのにね、やっぱりそんなネズミなんかドーン入ってたら、はい、物がでかいだけショックが大きいですよね。いや今まで自分が知らんかっただけでね、エキス混入してるのをね、まあ、あるでしょうね。ある前提で食べてますね、やっぱり。でもまあそんなに言い出したらね、その辺のね、ちっちゃいパン屋さんなんか走り回ってるんでしょうからね。そらいるでしょうね。なんかゴキブリネズミ、いろんなもん、マクドナルドにすらいるわけですから。もう走りまくってるとこやろうなっていうのをまあ思って買うしかないですね。はい、国民にコールを聞かせることで潤うやつら、まあそうですね、補助金目当てでね、もうほとんどは倒産したそうです。計画倒産というか、苦し倒産したみたいです、はいはい。山崎だったら反のパン祭りの影響で、まあそうでしょうね。どうしてくれんな言うて、今お皿が足りてないみたいですからね。そうですよ、もう引き換えに来る人がね、ひっきりなしみたいで、予約制になっちゃってました。もう、うちの近所、そう、交換しにくくなってるみたいなんでね、そんなにって思いました。集めといて、保護者会の打ち上げで、エビ寿司クレープセンチしましょうかですね。保護者会で打ち上げとかあるんですね。ねえ、どういう保護者会でしょうか。ねえ、なんか面白いですね。なんか大学生みたいですね。はい、ということでした。はい、はい、次いきますよ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。